LINE 上では連絡先を失ったりことがありますか？僕は結構ありまして、レシピの皆さんおはようございます。本日の紹介したいのは、どうやって友達との、知り合いというの絆をより強くするということです。特に LINE 上ですね。では LINE とかを使ったり、みんなは LINE を使ったりしますね。自分はもう昔ながらも LINE が使ったんで、東京でこも結構 LINE が使って、そこではいろんな知り合いがあって、一番やばいのはね、その学校とか行かなかったり、このサークルにも行かなかったり、だんだんこういう連絡先がなくなっていくというのは事情です。その連絡先はきちんと自分からの、ちゃんとそれ連絡をちゃんとね、強まらないとあまり連絡は続かない時に、で自分はね、みんなのご存知、当初東京から返された、返されなかった状態というになったからこそ、僕は一時期にも鬱になって、鬱になってもこう自殺未遂というものに至りまして、その自分の自殺未遂は、当初は自分のコーチが来て、自分の対人恐怖症から助けてくれて、でその体験やその知識を持って、僕は自分の使命にした700万人同じくの対人恐怖症者を脱出することです。もしあなたは現在そういうね、連絡とかなくて相談に乗る人はあんまりなさそうで、最初はこちらの動画をご覧ください。もしこの動画もあなたの対人恐怖症対策になるかもしれません。さらに、あなたは何かができるかというと、あなたは僕にもアレックスというの、僕なんですけれども、にも自分は相談窓口でやってますので、下の概要欄では自分のウェブサイトが貼ってあるので、そこのスケジュールは可能ですけれども、あるいは DM も結構です。では早速本日の話題なんですけれども、本日の課題はやっぱりその友達との絆を強めるということですね。もっと強くするというのは結構難しいですね。特に東京とかにいるときには結構連絡が結構多くて、人を見つからは結構多くて、人は多いから、やったらそういう絆はあまり深まらない、あまり強くならないというのは事情です。でどうやってその絆は、その本当に最初は結構すごくね、強まるかというと、もちろん一番の、その衝動は、そのエンジンはあくまで好奇心です。自分はその相手に好奇心に抱かない限りは、そういう関係はあまり長く続かない。そしてどうやってその、一番簡単にその関係を続けるかというと、ロードというのアブリビエーションがあって、省略があって、 L はロケーションつまり場所、 O はオキュペーションつまり仕事、R はリクリエーションつまり趣味で、 D はドリームつまり夢、これ4つをこの押さえたら、そこではだいたいその人からのね、その信念とかは全然わかります、その信念は全然わかりますので、そしてそのね、これもわかったら、そこからね、もっと深めることができます。一つずつ深めることができます。仕事とかだったら、恋愛関係とかだったら、いろんなものをにも全然聞き出せるというような、さりげなくとか聞き出せる。特にLINE上は結構できるので。で、LINE上は結構一番、長い関係を続けるかというと、どうしてだんだんそのね、会話は遮断されるというのは結構ありますね。どうやってその遮断をなかなか抑えるかというと、それはね、すべてのLINEメッセージを質問で終わる。質問で終わらせるから、これは自然にその会話は流れていく。そして、一つの質問。相手を迷わさないように、一つの質問でいつも終わる。二つ三つじゃなくて、二つ三つも向こうはもう困惑するから、どっちに答えればいいって思われるから、一つの質問で終わる。明確に終わる。明確の質問で終わる。もし向こうは無視したら、あとはフォローアップメッセージもできますので、そのフォローアップメッセージはね、多分ね、次、明日じゃなくて、でも次には、今回にちゃんともう一回シェアしますので、これ楽しみにしてください。では、レシェイパーの皆さん、僕はこちらの動画を毎日アップロードしますので、もしよかったら登録お願いいたします。
明日の話題なんですけれども、明日はどうやってより幸せの人生を歩むかというの秘訣をちゃんとみんなに説明しますので、もしよかったらこちらのチャンネルに登録とツシバトンをしてください。自分のものシェアのケアつもり配りは世話ということで、友達にもシェアしてください。そしてもしこの、動画が良かったら高評価もお願いいたします。そしてそうなんですけれども、僕はこちらのチャンネルは何かがするかというと、大体自己啓発や心理学を使って対人恐怖症、怠慢対策とかを、さまざまな対策を見つかって、でそこからみんなをシェアします。またはもしあなたは自分のビジネスをもっと上げりたいので、ちゃんと Facebook マーケティングにもシェアしますので、その間ではこちらの2つの動画をご覧ください。では次の動画で会います。